じゃあ、じゃあ本日6月30日、はい、このグッズね、T シャツデザインもちょっとね、こういう意外と動くけど、拡張無限ループ、はい、カラーのやつと ABC ってこういうツリーの葉のイーローハっていう意味ね、はい、いつも売ってる海とイロハの山とでクリークのプリントのやつ、うん、あとまあ、あと他にもトランプとか、はい、お守り、お守りかな、うん、カーサインステッカー、はい、これね、あのもう受注生産でもう今日の受付までで も, いったも終了というふうになりますので、今日の23時59分まで、はい、受付期間がなっておりますので、ぜひ皆さんごチェックよろしくお願いします。お願いします。カード決済しか始めなくて、うん、申し訳ありませんところですけども、決済方法はね、ネットの方がどんどん後ろからかけてきよう状態、うん、なんでペイペイとカード決済のみになってますけども、ぜひよろしくお願いしておきます。お願いします。今日の動画を買っちゃうと一の重量対決、はい、どっちが強いだとはね、まあいろいろ考えながら見てもらえれば面白いと思います。はい、はい、ということでスタートです。こんにちは。こんにちは。今日の動画は一魚種のもう一回いきます、ね、今回の動画は、はい、総重量対決でございます。よいしょ。どうでしょうかね、今日の今日の絵は。どういうこと？ずっと動いてることをずっと動いてることを。そうそうそう。ということで、かっちゃん対イッチ、はいはい、バトルでございます、はい、一種類につき、うん、その中の最大サイズを測って、うん、大きいものが、カウントされる、はい、その合計、いろんな魚種を釣って一番大きいの合計のキロ数で競う大会、はい、ガチンコの一致と、かっちゃんとの対決というふうになります。はい、潮回りとかもありますんで、今度昼に終了、はい、朝から始まって昼に終了という企画ですけども、はい、どうですかね、お二人さん。まあ、作戦が重要だと思うんですよ。そうですね、うん、そうやね、作戦と作戦もあるよね。いろいろ考えてはきてるので、うんうん、いや、考えてるでしょ。ガッチャ絶対考えてるやろ。ガッチャ考えてるよね。考えませんガッチャ考えてるよね。ガッチャ、めっちゃ考えてる。全然考えてる。何それボンちゃんの笑顔がボンちゃんの笑顔が届くね。一応僕 の, あの、最後の動画が終わった後なんですよ。そうか、そうか、終わった後か。ということで、はい、二人頑張って釣ってきてくれるかな。いいと思う。恥ずかしい。はい、ということで、一致パートでございます。今の時刻が、5時10分。僕の最初の作戦は、チヌトップでございます。まずは、チヌを釣って、すぐ釣れてくれたら、その後ちょっと、ちょこちょこ点々としたいと思いますが、皆さん多分あの、かっちゃんが勝つと思ってるので、今回はまさかの僕が勝ちたいと思います。ということで、よろしくお願いします。あと、忘れないうちに、お伝えしておきます。こちらの T シャツですね。今日、6月30日の23時59分までとなっております。受注生産限定ですので、どうぞよろしくお願いします。概要欄に URL が貼ってあると思いますので、見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。チヌいるかな？今日は重さ勝負なので、一番大きいやつを出せるんで、とりあえず1匹釣れたらもう移動です。あ、いる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 。ほら、ほら。あ、どこ行った？あっちの方だな。お、びっくりした。ドラグが出てない。ドラグ、ドラグ買ってきた。ん、なんだこれは、なんだこれは。ん、これは篠ではないな。どう見ても、ほいほいほい、ほい、来た。チーバス、チーバスか。なるほど、やったぜ。はい、チーバスでございます。ありがとうございます。いやいや、よかった。まさかのね、チヌじゃなくてシーバスだったけど、とりあえずシーバスだけでも釣れたら嬉しいじゃないか。よかった。ちょっと一応こいつ測っとこう。記念すべき
1匹目、この子の重さは 0.22 でございます。ありがとうございます。 220g ゲットです。違う違う、ツミ、ツミちゃん、ツミだ。おはようございます。ただいま5時42分さあ始まりました。いやー、ほんと作戦だと思うんですよね。僕はまず海から事務所の方に帰っていくっていう戦法なんですけど、あいつさんがどう動くかちょっとわからないです。でも頑張ります。ということで今日はちょっと村長の家の前にお邪魔しておりますよ。村長今日はあれだろうな、ちょっとだろう、ほら、村長行った。村長おはようございます。おはようございます。何をされてるんですか。あ、いいっすか。励みになります。頑張れ。さあ、ここから釣り開始です。まずはここでします。で、今日使うのがこちらですね。クロスフィールド、アブガルシアさんのクロスフィールド使ってやっていきます。ベッド目よいしょ。さあ、今回の一発目バイブじゃないかな。さあ、取ったら出ないか。ベリングするべきかな、これは。シーバスは今の時間だけなんだ。いない、なんもない、なんも釣れず時間だけが過ぎていく。え、背びれ見えてるんだけど。何あれ。モンスターがいるんだけど。もしかしてあいつがいたからいなくなっちゃったとか。シーバス、マジでもう何ってこと。いや、厳しかった。釣り切らんかったです。本当はシーバス行こうと思ったんですけど、もう明るくなりすぎてるので、ホウイカを狙いにちょっとなんとか投げに行ってみたいと思います。いやー、かっちゃんどうやろうな。やーべ、今コウイカポイントついたんですけど、めちゃめちゃ人が多い。いや、これはさすがになるべく人がいないところに行った方がいいかなと思うんですけど、ないのよね。移動してきました。うわ、そこに超巨大チンゲン、カニやな。カニ捕まえたよ。あいつ流したらやばい。あ、いない、どこいる。死ねないかな、これ。ちょっとね、勝てるかな、本当に。コウイカよ、コウイカ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 だよね。間に合う、全然違う。あれ、消えた、消えた。くそ、なんで、もう悪すぎだろ。いや、いいだろうに。コウイカどこ？でかい。乗ったよ、行こう。よっしゃ。よっしゃ、乗った。乗ったよ。コウイカ、コウイカ。これカップ。よっしゃ、よっしゃ、釣った。よし、うわ、おお、釣った、でか、マジかよ、やった、運いい、俺半端な。皆さん、あー、やりました、コウイカ来た、やっと来たよ。検量タイム、とりあえずもうちょっと今エギと一緒に測りますね。はい、何キロ。1.3。コウイカ 1.1 です。 1.1kg。 あい、なかなかいいイカですよ。ほら、はあ、コウイカ 1.1kg です。まさかイカ来るとは思わなかった。吸い取った。まあね、また中年狙いますよ。いや、いつさん頑張ってくださいね。
お疲れっす。お疲れ様です。うん。どうですか。どうですかですか。うん。それも耐えられませんよ。あ、めっちゃいる。めっちゃいる。何？何が？何これ。パラダイスやん。まあ教えんけど何かは。パラダイスじゃん。マジか、マジで、嘘、マジで、これなんこれ、やば、本当かどうかが分からんけど、待って、いつだ、これやばいって、500万匹いるんじゃないのこれ、500万匹いるかもしれん、500万匹いるって、マジで、わあすごい、はい、勝った、勝った、何がいるの、何がいるのよ、何？うん。それが人をね、人に物、なんか態度ってものがあると思うんですよ。すいませんでした。何がって言われたら、うん、そのチヌがですよ。え、チヌね、マジマジです。お互い頑張りましょう。はいよ、じゃあまたね。はい、はい、はいはい。いや、やべえなぁ、たっちゃんチヌ釣れちゃうんかな。チヌ釣れたらいよいよやばいよ。だって僕まだ 220g だもん。いやーどうしようかな。とりあえずもう鹿島に戻ります。ねえ、ちょっと戻って何しようかな。ナマズー、有明海のヒラメ、えい、ワンちゃん。いやちょっとダメ、ちゃんと釣れるやつしないか。やばい、これはやばい。チヌ釣っていきます。すごい量の魚やな。釣れるんじゃない？まあ、いても釣れるか分かんないけどね。速攻来たらマジで面白いけど。分からんもんね、こればっかりや。では、ハサミのペンシルに変えます。おっしゃー、来た。来たチヌ。いいね、いい太さ。おー、これでかい。チヌ、はい、重さ測りましょうかね。よっとず、きたぜ、きたぜ。1.11 ですね。1.11。コイカと合わせて、コイカが 1.1 にしたら、212だ。212。22キロ。きっしょ。やった。やった。ありがとうございます。2キロ。212。皆さん覚えておいてくださいね。212ですからね。こんにちは。お疲れ様でした。疲れ様でした。よかったですね、間に合いました。危なっ。何分？11時58分。遅れると思ったら危ねえ。いや、粘ったけど。はい、お疲れ様でございました。よっしゃ。いや、疲れた。暑かったっすね。暑かった。焼ける。やばかった、本当に。僕は正直厳しかったです。いや、僕も厳しい。思い通りには全然いかなかったです。いやちょっとね、かっちゃんの動画早く見たいわ。え、かっちゃんの動画を早く見たい。まずカズいきますね。え、カズ、いいよ。何匹釣った？いいよ。何種類釣ったか。いいよ。僕言っていいですか？うん。1種類。僕言っていいですか？2種類。え、2種類。マジですか？2種類。どう、そこそこ。うん、なるほど。うん、なるほど。どう発表します？どう発表しようか。せーのでいいか。せーのでいきましょうか。何点 100g。 そうね。何点何百グラム。そうね。また。はい。せーの。4.700g! 4.700g! すいませんでした。すごーい。すいませんでした。何があったんですか？ちなみに僕は、コウイカとチヌでした。なるほど。僕は、シーバスと、
何はい、ということで、こいつに行きました。はい、じゃあこのパンで釣っていきたいと思います。よし、キャストいる？落とせばいいか。浮いてる。なんか吸い込むまでなんか時間かかるんかな。待ってた感じだったもんな、釣り方見てたら。このパン今どこにあるんだ。パンどこだ。来てんじゃないの今。来てんじゃないの。ほら、ウォートしてんじゃないの。ほら、当たってる。当たってるよ。当たってるってか食ってんのこれ。合わせてみる。行くよ。速攻来たけど。来てるー。よっしゃ。よし。でかすぎんか。このタモちゃん小さいんじゃないか。ちょっと待って。あの辺の車あると僕のタモちゃん取ってくれんかな。あ、でかすぎる。これでかすぎるってマジで。入らんよね。入らんやろね。君も疲れたろうけど。僕も疲れてるよ。これやべえよ。これもろたやろ。これやばい。映ってる。やばいの来た。やばいの来た。ちょっと、うわ、ぐんぐん言ってる。怖い。怖いよ。怖い。はい。来た。やばい。あ、ごめんね。4.66。ありがとうございます。これ、もろたかもちろん。ありがとうございます。こいちゃんでございました。よっしゃ。4.5。釣れんかった。あ、ほんと？着きましたよ。ここは水路ね。最後も淡水って言ったらもう濃いでしょ。ここね、多分いっぱい誰かが釣ったら荒れるんですよ。なんでもイッチさんが入ってなければ多分大丈夫。入っとったらもうアウトです。マジか、負けました。ありがとうございました。きっと僕が負けたと思われた方もいっぱいいらっしゃると思うんですけども、ありがとうございます。こいつったろ。そうなのよ。じゃあ功を奏したよ。負けた。多かったことで作戦が先に言っとけば。本当ありがとうございました。やられた。よっしゃ。ということで今回の、イッチとカッチャンの総重量対決は、イッチの勝利でございました。ありがとうございました。負けました。ああ、罰ゲーム設定してればよかった。手か網か釣りです。ゴー。どっちがいいの。ちなみに好きな釣りのプレゼント。イエーイ。うまくいったらね、簡単にリール勝ちに入るかもしれないけど。スタート。はい、来た。行きましょう。最悪だ。